はい、まあ、一応ね連動を指すにはここがあります。まあ、防水工場防水設計があるらしいんで、まあ、これは外にも付けられるんだって。でもこれはどうやって付けんだべな。テープでいいのかな。テープじゃ絶対落ちるんだけど、これがリバース連動線っていうのがあって、これをバックランプじゃないや、バックランプのプラス極に接続するとリバース連動機能があるということは、どこだ、バックランプのプラスにつければいいということで、ちょっとバックランプの剥がし方っていうか付け方もうちょっと調べてみますか。まあちょっとやってみますか。よし、まずにこれをつけていきますか。まあ、ササッとよいしょっと、よいしょ、これがフロント、まあ、フロントをつける位置としては多分ここでいいと思う。ここでいいか。それかここかな、それかここか、邪魔だな。おお、すげえ、くさ、どうしよっか。どこら辺だったらいいのかな。ここに邪魔なんだよな。バックミラーをどうしようかな。イエイ、あ、倒しません。まあ、やっぱりここら辺かな。まあ、オーソドックスにここら辺かなという感じです。一応な。ああ、そうか。上につけても、まあ、窓狭えもんな。いいか。OK。じゃあ、いい。ここで。あ、やばい。これ抜き忘れると、抜直やばいね。抜直抜き忘れるとやばいわ。
なんかスイッチが欲しいね、バッチョク。いや、でもこれコードをどうやって通そう。どうぴよかにょちょっと抜直だったらな。これどうしようか。やるやる。はいはい。これでまあやってるわけか。キーを、おお、でも結構広いね。いいんじゃない？してば、やめますか。して、抜直に刺してしまうと。ああ、そうか。そうか、バックはちょっと考えもんだな。うん。はい、まあ一応ですね、これ電熱線の間に貼りました。まあこれでいいかっていう感じっすね。あと真ん中で、まあ、これが一番、まあ、ベストかなっていう感じですね。ここはね、多分ドリルで穴開けたいっすね。まあ、せっかく綺麗な車だからあんまり穴開けないで、まあこれで行きましょう。で、あとは、来年かな？来年このバックランプ用は、まあ来年配線するとして、まあ、ちょっとやって、まあ
これをですね、まあ前につなげて終わりでします。でまあ、次がシガーソケットですね。まあ、ここからもポートを引っ張りたいんで、はい、そしてこれがシガーソケットになるんですが、これ鏡になってこれがこうついた状態ですね。でこうついた状態なんで、シガーソケットがシグこうなので、左はまあこれですね、この15アンペアのやつですね。こう取ります。これラジペンとかの方が取りやすいんだけどな。あ、結構錆びてるね、シガーソケット。してこれが刺さるか。よいしょ。あ、刺さるけど下向きなんね。うん、なるほどな。あ、大体これがここら辺でいいか。うん、まあ、一応あとはこれをアースをここら辺でいいかな。で USB つけて終わりかにゃ。ここら辺でいいかにゃ。ここで OK っていうことにしておきましょうかね。まあこんな感じで終わりです。あとはね、このアースを、あ、落ちちゃった、ここら辺にやっときます。はい、じゃあまあね、終わったんで、はい、まあ大体こんな感じですね。まあ配線隠すのはめんどくさいんで、とりあえずこんな感じでやってます。でちょっとこの中押し込んで目立たないようにしてるだけっすね。まあ結局シガーソケットだけはちょっと開け、なんだろう、これのために開けてますね。でドラレコに関しては不便なんですが、まあシガーソケットにまあいちいち刺したり抜いたりをします。まあこの手間はまあ必要最低限かなっていう感じです。まあ、バッテリーが上がるとリスクがある以上ね、スイッチ式のやつを買ってくればそれでよかったんだけど、それを買いに行く時間ないから。こんな感じで、あとは、はい。こんな感じかな。まあ、一応この電線避けて、ペタッと貼り付けました。まあ、多分なんかね、ある日突然なんかポロって落ちてそうですけどね。まあ、あと、まあ、適当に、あとはセロテープですね。まあ、そこまでやってる時間ないんで、まあ、来年バシッとスキー場から帰ってきたらやろうと思います。まあ、こんな感じです。